全面的に押し出していこうと思ってる。やしがて、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 やしがて。ゆきと、ナナの、やしがテイスト。はい、さあ、いくすよ、ちゅうが、ナビラー、そしておはようございます。なんでおはようございます。今週も始まりました。ゆきとナナのヤシガテイスト、お相手ゆきとと。ナナでーす。はーい。よろしくお願いします。今ね、久しぶりに。はい。昔、FM 小座でやってた番組の。はい。挨拶をしてみた。あ、この感じの挨拶だったんですか。本当は、本当は、はい、さあ、いくすよ、ちゅうがなんちゃってって言ってた。それはもう今でもご健在ですね。はい、中がなんちゃって、そしておはようございますって言ってたわけ。朝の時間帯だったんですか。昼だったんだけどね。はい。なんでおはようございますって言ってたか。はい。うちの弟とその時いっちゃん最初やってたわけ。はいはいはい。で、弟がね、なんか港で働いてた頃に、へえ。もう何でも前よ。で、その時にあの泊まり港の近くに。はい、新鮮ストアっていうスーパーがあるんですよ。ああ、なんか分かる気がする。今もあるはずよ。はい、なんか見たことある気がする。そう、はい、そこの、はい、まあ いわゆるおかみさん的な方がいて、はい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 、すっごい爽やかな声で、うんうん、いつもおはようございますって言ってくれてたって。へえ。それがすごく気持ちよくて、はい、俺はだからおはようございますという言葉が大好きになったって弟が話してたわけ。へえ。ラジオでそれ聞いて、はい、じゃあもうすぐ最初の挨拶で使いましょうって言って。俺がおはようございます言うとなかなか爽やかにならないんだけど。そうですね。そうですねって言っちゃった。まあ夜の男だからな。違う違う、夜の人間だから。そうそう、時間帯的にね。そう、はい、おはようございますって俺だいたい夜の7時ぐらいに言うからね。出勤して、まあ、お仕事からね。大体その時間から動き出しますからね。そうそう、おはようございます。ミュージシャンたちは。そうそう、はい、でも最近レッスンやってるから、はい、もう朝も夜も関係ないからね。まあそう、お昼、そうそう、稼働してますからね。そう、早い時なんて朝8時からレッスンとかあるからね。へ、子供たちとか朝から元気なんでしょうね、子供たちは。めっちゃ元気だわけよ。参ったみたいな感じで言うじゃないですか。もう二日酔いで生きるわけもなく。二日酔いですなんて口が裂けても。そう、いやだからそういうレッスンの前は飲まないわけさ。あ、大人になったでしょ。それが普通。これが大人になったでしょう。そうですねって言っていいものかどうか悩みどころですが、はい。皆さんどうでしょうか。大人になってるでしょうか。あ、すいません。ということで今日も始まりましたが、はいはい、なんかありましたか今週は。いろいろ今週は。そうですね、ようやく晴れてきましたね。まあね、ずっと雨だったからね。うんうん、うん、だけどまあ今日ちょっと曇りか、少し曇りかなって感じですね。ね、うんうん、いやあのね、金曜日、先週の金曜日、はい、浦添のサンパーク通りっていうとこがあって。ああ、はいはいはい、うん、あの流坊のとこかな。はいはい、 USC USJ で、なんだ、なんだ、なんだ、グスクマのとこ、浦添の USC かな、はい、USC か、はい、あの通り、はい、ありますね、うん、あそこサンパーク通りのお祭りがあって。おお、うん、僕最近あの行ってきたんですよ。あの演奏してきたんです。はい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 、そう、サンパーク祭りでね。結構もう何年ぶりかじゃないですか。コロナがあったから3年ぶりかな。わお、そう、お祭り自体もそうなんだって。うーん、ね、で人いっぱい来てたんだけど、はい、あいにくの雨。あら、しかもなかなかの大雨。結構降って、もう毎日降ってましたもんね、あの頃ね。はい、で金曜日ももちろん雨だったんだけど、はいはいはい、すごいよ人。わ、めっちゃ来てた。もうマルティサンパーク通り分かる。あ、分かる、そうかそうか、うんうんうん、あそこでねお祭りがあって、で演奏するじゃん。はいはい、で君の瞳に恋してるやったんですよ。はい、うん、お、マルティ知ってる、はい、いいですね。
やっぱ君の瞳に恋してる有名なんだね。そうです ね、 結構もうみんないろんなアーティストさんもカバーしてますしね。そうだよな、うんうんうん、でやった時にほら、サビに行く前とかサビ行った時とかみんなで手挙げてさ、タラッタラッタラッタッタッタみたいなことやるわけで普段からみんなにボーカルの方がやらせてこう盛り上がっていく場面なんだけど、うんうん、雨じゃん、はい、みんな傘持ってるじゃん、はい、傘がボーンって上に上がってタラッタラッて傘がめっちゃいっぱいうわ幸せと思いながらいいですね、うん、ドラム席で幸せだなおいと思いながら見てた。もう地元の方はあれです、待ちに待ったサンパーク3年ぶりの開催、うおーってなって、そうなったんだろうな、はい、なったと思います。うん、すごかったですよ、うん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 、だからね雨降ったって盛り上がるんだなってなんか思った。そうですね、うん、やっぱりあの悪天候関係ないです ね、 まあ、でもさ一応雷とか怖いから、うんうん、本当なら本来ならちょっと注意しながらやらなきゃいけないかなとは思いはするんだが、うんうん、まあ、最近あちこちに飛来心あるしね。まあそうですね、うん、なんかね、だけどまあ注意しながらやりたいよねって思います、うんうんうん、雨といえばさ、はい、すごい思い出があるんだけど、はい、あれいつだったかな、オリオンビールフェスタの、うんうん、オリオンさんが55周年の時だったかな、はい、結構前だけど、はいはい、その時にもちょっと出させてもらったわけさ。お、どこだったかな、宜野湾の海浜野外劇場、うんうん、でやった時に、オリオンビールの歌わかる、オリオンビールの歌、なんか CM とかでもよく流れてたんだけど、結構 いろいろ CM のソングは変わってますけど、オリオンビールの歌なんか、ね、なんか定番、うん、どんな歌、歌詞覚えてない、トン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 、オリオンビール、パーパラッパッパッパ、乾杯、乾杯、乾杯、オリオンビール、タダッタダンみたいな、そうそうそう、あれをさ、オープニングでやったわけよ。へぇー。ちゃんと、そういうテナーとか、そういう、クラシック系の人たちみんな呼んで、へえすごい、クラシックでちゃんと演奏してやってたわけ。本気でやったんですね。本気で、へえ。で俺らその後に出るっていう予定だったんだけど、はいはい、その時ビギンさんもみんな後ろにいてスタンバってたんだけど、へえすごい、歌って、うんうん、さあ出るぞ、一番目がトップバッターが出るぞっていう時にドカーンって雷が鳴ってでボーンってもうバケツマジでひっくり返したように雨降ってきて、へえすごい。それでもさ2曲ぐらい一応やったわけ。うわでお客さんいっぱいしてたから、あ3000人ぐらいいたかな。それでみんなその時も傘とかカッパとかで、はいはい、こうやってみんなでやってるわけさ、うわかわいそすぎると思って、ちょっとこれ中止がいいんじゃないと思ってたら2曲ぐらいで中止になったっていう思い出があるんだけど、雨ってなったらそれを思い出すなそれは思い出深い雨ですね。これは思い出深い雨よ。わお、あだからね、雨はでも雨の中ではやっぱりあんまり歩かない方がいいと思います。まあそうですよね、まあ、ね、体の安全を第一に考えて、そうそう、うちなんちは傘ささないで有名ですからね。そうですねそうそうですね、傘持ってて刺さないっていう時もありますからね。持ってて刺さないからね、まだ大丈夫、まだ大丈夫ね。そうなんですよ、マルティちゃんと刺すでしょ、えらい、えらい。ナナさんは半々です、ね、うちなんちだね皆さんも半々だと信じてます、はい、そういう多分意見くると思うよさあじゃあちょっとツイキャス行ってみようか。そうあっという間に、はい、コメント、はい、来ております。いいね、本日のツイキャス三口ひふみさん、はい、いいこと思いついた俺。お、いいね。ゆきとなーなーに皆さんこんにちは、ごっくんちょ、ごっくんちょ、死にガジャンに噛まれている俺だ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 、これ何だったこれ誰だったな、誰でしたっけ、俺だ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 、原西さんか、あだったかな、あそうか、あ違う、フジモン、あフジモンか、フジモン、俺だ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 、違う違う、誰だっけ、原西さん、あーあれだ、タカ&トシだ、な、タカトシの、あ俺だ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 、そうか、元祖は、あそうなん、そうなんですね、うん、原西さんが俺やでっていうそ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 う、俺やでっていう、俺やで原西さん大好きやわ、いいですよね、めっちゃ好き、
ギャグ一丁こもってるらしいです。なるだろうな。あの人あるだろうな。ギャグの預金通帳ってあったらいいのにな。もう億万長者、ね、長者ですよ。金利めっちゃ高いんじゃない。いやーもういいわ。いいな、原西さん大好き。原この俺と原西さんの話になる。本当は高俊なのに。そんなこんなでひふみさんがリクエスト。ドゥービーブラザーズの What the Fool Believes。よろしく。いいね、うわー、ドゥービーね。ドゥービーです。じゃあこれマナティに探してもらいます。はい、 What the Fool Believes。 Believes ですね。はい、ひふみさんがちゃんと大人ですって言ってますよ。ひとさん、ひふみさんがでしょ。はい、ひふみさんが言うとおりますけど、もうなんか大人って何ですかね。本当にね、大人とは、大人とはをちょっとお聞きしたい。プチテーマ、大人とは。はい、そしてまなきちさん、はい、はい、サンパーク祭りあったんですか。私の地元です。お、マジですか。あら、そうそう、ね、今年からサンパーク祭り復活してますよ、うんうん、はい、多分ね来年もやると思います。はい、僕らね本当にねコロナ前まで何年かな、7年ぐらい連続でずっと出させてもらってたんですよ。そう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 、サンパーク祭りね。そう、それで、まあ、コロナで亡くなったからちょっと寂しいなと思ってたら、うん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 、今年から復活しました。はい、はい、イエーイ。もっともっと地元盛り上がると思いますよ。はい、サンパーク通りいいよね。サンパーク通りいいですよ ね。私も地元ですもん。あ、そうか、浦添出身なので。そうか、そう、グスクマ、あそこ地域的にグスクマとかになるんですけど。そうだよね、グスクマの出身ではないんですけど、うん、もうすぐ歩いてすぐそこぐらいに住んでて。ほらもう、はい、でもサンパーク祭りはもうね、いつも行って思い出深い泉小公園でね。あ、じゃああれはもうかなり昔からやってる祭りではあるの。でも結構長いと思う。なんか TV 祭りって言って、うん、そのサンパークとはまた別に祭り10月ぐらいにやる祭りがあるんですけど。ほうほう、そうそう、綱引きもやってましたよ。あ、そう、それ言ってた。うん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 、うん、でサンパーク祭りの時に綱引きはあったようななかったようななわけさ。あー、どうなんですかね、うん、なんかね俺らが初めてぐらいの時に見たような覚えもある。うん、うん、あれでもなんか回数見たらもう35回ぐらい行ってたから、結構、はい、うん、的なお祭りかなと、ね、うんうん、ああいうのをずっとやってほしいね。ねえ、うん、お祭り大事ですよね。ねえ、みんな盛り上がるし、うん、そう、一番なんか、うん、地域の活性化がですわな、伺えるというか、ほんまやで、はい、うんうんうん、やってほしいと思います。やってほしいと思います。マナキチさん、来年は来てね。ねえ、マナキ、マナミチ、ね、このマナキチさん、やっぱマナミさんですよね。マナミさんがコメント、これマナミンか。そうそう、マナミン、よし、マナミンさん、じゃあマナミン来てよ。え、っていうか、まなみさん、浦添のあそこが地元なんですね。じゃあ近いな、一緒やな。ねえ、ほら、もしかして年代もそんな変わらんから、どっかで繋がってるんちゃうか。ねえ、もしかしたら、ね、そうかもしれない。幼稚園とか繋がってるかも。え、下手したら中学校とか一緒じゃないですか。一緒かもよ。ね、怖い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 、へえ、俺そういうの怖い。誰誰知ってますとか言って、どんどんこうずるっとこう繋がっていく。しかもうちベビーブームだからさ、俺の年代。あ、そうなんですか。そう、第二次ベビーブームだわけ。だからもうめっちゃ子供いたわけよ。中学とかマジでマンモス校だったから、2000人いたからね。もう怖いよ。みんなつながるんだから。みんなつながっていきますね、本当にね。はい、そしてね、ひふみさん、君の瞳に恋してるの話題でですね、はい、そういえば本当に瞳が綺麗な人に恋したことがあったな。かっこ遠い目。これなんかの歌詞でしょ。ほら、瞳の綺麗な人に振られたのみたいな。あ、そうなんですか。演歌であるじゃん、昭和歌謡で。そうなんですか。なんだっけな、小林幸子さんあたりが歌ってたような、うーん、瞳の綺麗な人に振られたことがあるの。ラララララララ、なんだっけなこれ。昔の傷は綺麗に忘れてしまえよ。はい、いや、これ今の聞いて思い出した人がいたら、いや、いいよ。はい、ぜひコメントで私たちを助けてください。ね、抱いてほしいなんてだ。
あ、女の口から、うんうんうん、なんだっけこれ私は多分その歌を聴いたことがない。知らねえか。日本の君人ですか知らねえか。そうなんですか。はいはい。そしてカープボーイさん、うん、エキトさん、ナナちゃん、マナティ、皆さんこんにちは。こんにちは。暑いのか涼しいのかわからない天気ですね。本当だね。うん、リクエスト、世紀末で老人形の館。いいねいいですね。お前も老人形にしてやろうか。ふーるーめっためいいねこれはめっちゃわかるんだ、うん、これめっちゃわかる、これめっちゃわかるそうそうそう、あわよく歌ってみたいいいね。ジャンバレーでやりましょうなんか盛り上がりそうちょっとドキドキする絶対盛り上がると思うじゃあこれもマナティに探してもらいましょう。はい、はい俺だ俺だ俺だ俺です。いたいた俺です。俺です。ワンです。カープボーイズがタカ&ユージって言ってますけどこれは結構あれですか、先輩コンビですか、これはあれですよ、あの危ないデカですよ。危ないそれかタカユージってもう危ないデカ知ってる。危ないでか、はい。おう、マルティも知ってる？ああ、うんうん、そうか、聞いたことあります。あれテレビ放送やったのはさ、確かさ、うんうん、1985、86年だと思うよ。うーん、これだいぶ前よ、うん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 、もう私中学生ぐらい。はいはいはい、そうそうそう。じゃあもう結構見てる時期ですね。めっちゃ見てた、視聴率超高かった。あれあの頃のテレビの視聴率ってすごそうですもんね。うん、めっちゃ高い。うん、であれ横浜中華街とか、横浜の警察署のとこがメインだから、はいはいはい、で私もともと横浜市民だから。ああ、そうですね。もうね、うん、YouTube でもたまに見るんだけど、うんうん、もう街並みも懐かしい。あ、本目とかも出てくるんだけど、はい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 、懐かしい未だに見ます。思い出のタカ&ユージ。さすがカープボーイさん。さすが、さすがでございました。はいはい。はい、ひふみさん、ワンヤ浦翔氏。おい、マジで？浦翔なんですね。あら、俺の弟も浦翔ですよ。あら。うん。かぶってたりして。あ、もしかすると、え、でも、あ、どうなんだろう。あ、年代がね、90ね、うん、5、6、7ぐらいかな。高校1、2、3がうちの弟。うん。ぐらいかな、確か、うん、95、6年ぐらい、うんうんうん、あの浦翔が甲子園出た時ですよ。うーん、左のピッチャー、はいはいはい、なあだ名前がだ、うんうんうん、はあ、もう出てこんさ出てこんさ出てこんさ、そんなこともあるさあこれはこれは多分あの言っていいから載せてくれてるんですよね、うん、はい、磯公園で初中しました。いやーいやーいい思い出。いやー素敵。あそこのね、そうですね、あのあそこの地元民の人はね、それぞれの公園にいろんな思い出があると思います、はい磯公園はどのあたり？磯公園ってどこの、うん、大公園ではないですよね多分ね、磯公園大公園ではない、ない。おほ、じゃあちょっと小さめな、うん、だったかな、ちょっとどこだったかな、うん、公園ね、これ多分地元民ならではの公園じゃないの？地元民ならではの公園だと思います。そうでしょう、はい、うんうんうん、いいね、なんかいいよな、こういうこういうさ場所があるって。あります、あります。通るたんびにキュンキュンするんだよな、なんか、あ、思い出だなとか、まあ一回そうなんだよな、はい、ここになんかヤンキーがたくさんたまってたなとか、 なしょっちゅう小銭取られてたなとかな、ね、ここでルーズソックスカバンとか言われたなとか、言われたないろいろ思い出のスポットがね、人亀名の場所の思い出なんて俺死ぬほどあるよ、もう亀亀スポット、もう逃げるために必死で脇道のこう抜け道を全部覚えたからね。面白いですね、うん、ピンとか立ててみたいですね、そう作戦立てていったりとか、えらいことになって、そうそう、それダイナハにプラモデル買いに行くのに、うんうん、作戦会議2日間あー面白い、
そんな時代でしたよ。いやそれでひふみさんの思い出の場所は磯公園なんですね。磯公園ですね、うんうんうん、よし、はい、あそしてお、まなみさんぐすくまです。おーぐすくまなんだ。港川賞、港川中、そして浦賞、浦賞ということはひふみさんが先輩になるということですね。高校までずっとあの辺です。わかります。あらまあ、あの辺は最高ですよ本当に、うんうんうん、明るくなったねでも道ね。そうですね、すごく明るくなった。うんうんうん、そうなんですよ。で、あそこゴーパチから三白通りに入るところ、うんうんうん、昔ほら有名なレストランがあったでしょ。なんだった？レストランがあったじゃないですか。喫茶店ではないです、レストランです。ゴーパチの、ゴーパチ沿いに、ゴーパチ沿いに今車屋さんと、あと道が開けてさ、今グスクマのあそこ抜けれるじゃん、基地が返還されて。はい、うん、あそこにレストランがあったじゃん、ちょっと高級な。その左側にってことです。那覇から来たら、うんうん、那覇から来たら、うん、サンパークは右に曲がるでしょ、うんうん、で左に行ったら新しい道に行くでしょ、うんうん、その新しい道の右側、これ多分カープボーイさんが正解言ってくれてるのかな。メイクマンの横にあったピザハウスか、ピザハウスだ。ピザハウスジニアはありました、うん、移転したのかな、多分あれ移転したのかもな、うんうんうん、ピザハウス、ピザハウス移転して、ピザハウスジニアはあそこはジュニア、あ、わかんない、ジュニアつくかな。ジュニアではつかんかったぞ。あ、多分ね、移転して、なんだっけ、外人住宅、港川の外人住宅のお店がたくさんあるところあるじゃないですか、うんうんうん、あそこの方に、ああ入り口の方な、はい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 、あはい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 、うんうんうん、移転するんじゃないかなと。だから移転する前にね、うんうんうん、もう食べに行こうって言って、うーん、行ったんすよ。うーん、高い高いびっくりしたちょっと高級だったわ。なんかちょっとメニュー違うんです、そのピザハウスジュニアとかポンポンってあるじゃないですか、店舗さんがあって、コース料理だったんですよ。ああ、そうそうそう、なかなかの値段で、うん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 、美味しかったけどね、もちろん、うんうん、はいはいはい、そうそう、コース料理とか出てるんですね、すごい。出てたんですよ。ちょっと思い出として行こうぜって言って。なんかピザハウスのご飯って思い出の味ですよね。やっぱそうなの、浦添市民からすると。あのね、いや私の母が好きなんですよ、ピザハウスのビーフシチューが好きなんですよ。ほうほう、あ、美味しく、美味しいよね。美味しい、美味しいんですよ。そうそうそう、あのホロホロした牛肉がね、はい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 、こうゴロゴロって入ってて。そうそうそう。あ、お母さんは浦添出身？出身、いや浦添出身ではないんですけど、那覇の出身だと思うんですけど。ほうほう、あでもね、食べたと思うよ、みんな那覇んちも、うんうんうん、那覇んちも食べたんじゃないな北部の方はどうなんでしょうね、ピザハウス。わかるんじゃない、やっぱり。わかるけど、思い出の味かって聞かれるとどうなんでしょうね。まあな、うん、近所そばだろうな近所そばなんですかね、北部はね。海鮮門とかな、海鮮あ漁港があるしな。あ、まあそうですね。あとヤギとかや。あ、はい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 、あ、そうか。あ、もうでもね、今思い出した、ピザハウス、うん、そうそうそう、うん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 、メイクマンの横にあったのががハイパーワン、ハイパーワン、ハイパーワン、ハイパーワンって何だったかな、あったよ。私ハイパーワン分からないかも。ハイパーワンっていうな、このレストランですか。なんだっけあれ、レストランだっけ。レストランなんだっけな、うんうんうん、俺ハイパーワンって言ったら仮面ライダーがいつも頭に出てくる、あれスーパーワンか。スーワン違い、ワン違いだったあ、いった、ハイパーワン、なんかのなんか雑貨屋というか、なんちゅうか、車の部品とか売ってたかな、何だったかな。あー、そんなところでしたか、忘れちゃったな。うーん、すんません、なんか教えてください。うん、メイクマンもね、だってリニューアルしてますもんね。そうそう、今の漫画倉庫がもともとメイクマンでしょ。もともとそうですよね、メイクマンだったんですね、うん、なんかそう忘れかけてた、そうだ俺らはもうあそこがメイクマンだから。そうだ、そう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 、今のメイクマン超新しいよね。そう、すごいですよ、ね、何でもある、楽しいよね。楽しい、本当キャンプしたくなるよね。本当になんかあの DIY したくなったり。そうなんですよ、できんけどね、そう、私も電動ドリルの使い方をね、メイクマンの売り場の方に教えてもらって。素晴らしい。そう、めちゃめちゃ丁寧に教えてくれました奈々さん、合いそうですね、ああいうのへーって言いながら
ドド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 ド振動と回転を一緒にしてカチッってドドドドドドって終わった後ちゃんと快感って言うんだよ。いいね 80s。 いいね、いいですね。で誰も振られたとは言ってねえらん。あ、さっきのね、瞳の綺麗な人に恋した時の話 ね、 ね、うん、お振られてないんだ、すげえ。振られてないんだって。いいな、俺5回振られたからね。え、同じ人に。同じ人に。一途ですね。同じ人に5回振られた。すごいですね。もうその時の思い出の公演もありますよ、ちゃんと。あ、告白した公演ってことですか。そう、玉砕した公演ね。玉砕した。玉砕。玉砕公演。玉砕公演。もう玉砕公演。マジ辛かったあれ。あ、メールも読みましょうか。あら、いっぱい来てる。はい、あ、もうこんな時間か。あ、本当。あ、そうなんです。リクエスト曲一回見ようか。これかな。おお、あ、こんにちは。はいはい。お声のイメージでクリス・ペプラーな方に、女性お笑い3人組かっこ30代ヒロインのアイビオンに微妙に似てる方かっこ太ってる方ではない。3人ね。マナティアイミョンってあいみょんいいよね。最近マスクしてない人多くなってないか。バンガガン見したら振り返った瞬間、うん、不良封じだわけさ、うん、ビーバップハイスクール状態。さっきもビーバップハイスクールだからね、出てましたね。アンシが身長150あったかな。しかます。リクエスト大丈夫ね、うん、グークードールズのスライド、1997年発売のアルバムソング、ほほ、もしくはブラックサパスのパラノイド。ああ、なんかパラノイド行きたいな。私もパラノイド行きたい、ね、あー、カジ草パラノイドにしよう。ヌーガサンタルチアさんからですね。いいね、パラノイド久しぶりに聞くわ。パラノイドちょっとテンション上がるな、ね、テンション上がりますね。いいですね。あー、うん、あー、カジって、あいいね。ビーバップハイスクール状態っていいね。ビーバップハイスクール今でもないのかね、そういうのはね。どうなんでしょうね。反り込み入れてね、なんかそういう自転車とか車輪子とかもあるじゃないですか。そうそうそう、背もたれが長いやつ。そう、背もたれ長くて、あれを見たら逆にちょっとホッとしますよね。ホッとする、本当にホッとする。 今見たらそういるんだってね。嬉しくなる。よしよしってなりますよね。鬼ハンでね、わざこのグインってなってるやつね。鬼ハンでひさがみ伸ばしてね。懐かしいよね。メールもいただいて、はあ、けだるいな。アンシが唯一のフラストレーション解消はこの番組を聞き惰性に流される。あらん、やる気アップさんねーや。流されるの、はい、賛成。いいと思います。いいと思います。はい、いいと思います。違う違うって言ってやる気がしたんねーやって言い直してくれてるけ ど、 るけど全然流されていいです、はい、流された方がいいです。その方がストレスたまりません。良きです、良きです、良きです。たまに自己出せばいいんだよ。はい、オリオンビール、そういえば新しく登場したオリオンビール昨日買いました。あれじゃないの、プレミアかなんかのやつ、ブルーの、ブルーのやつじゃない、深めのブルーのやつですよね。ね、そう、あれ私も見つけて飲んだんですよね。そう、すごいなんか高級な味。そうですね、プレミアムモルツの沖縄版みたいな感じです。ほうほうほう、はい、ちょっと高いよな。そうな、結構まあまあいいお値段はするんですけど、ちょっとね、ビール糖としては試さずにはいられない。ほんまやな、うんうん、一度お試しあれ。うんうんうん、うん、お、昨日スカパーにて危ないでか再放送。いよいね、見たいね、見たいね。いいっすね、スカパは結構そういうなんかやるよね。ゆきとさん好みのチャンネルがわりかし再放送されてる情報が、ね、ヌーガサンタルチアさんからいつも、はい、見たいわ。木の実奈々さんとね、浅野敦子さんのあのコンビというかやり取りが大好きだったんですよ。はい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 、木の実奈々さん最高ですよ。あー、そうそう、なんか事件があったら、うんうん、デートのお誘い、デートのお誘いって言って行くわけ。いいですね。で、課長とさ、バカモンっていつも言ってる課長と木の実奈々さんが仲悪いわけ、はい、そうそう、ああいうやり取りがめっちゃ面白かった。あと課長がね、なんかね、秀逸な言葉を一言必ずなんか残すのよ、番組内で。ああ、はい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 、うん、
なんかそうですね、あの昭和のあの時代のドラマって、うん、絶対になんか名言決め台詞みたいなのがあるイメージ。そうそう、ああいうのがね、なんかすごい面白かった。うん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 、あ、懐かしいね。うん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 、じゃあこれ、リクエスト3曲かな今。はい、3曲だよね。What a fool believes。ビリヤードのブレイクショットするのも好きだ。あ、なんかでも似合う。光景的には似合いますね。で空振りするっていう。うん、懐かしいな。やべえ、半。ひふみさんはこれから本日初食事の EM のソフトクリーム噛むらしいですよ。え、初食事で。初食事が EM のソフトクリームなんだ。足りる、うん、でもなんか私服ですね。でもまあいいよね、うん、私服のソフトクリームを本日一発目はさらに私服ですね。いい、どこで買うんだろう。 EM だから、うん、玉虫くん、やっぱあの辺まで行かんとないよね。あの辺かな。なはないよね。うんうんうん、履いていいなソフトクリーム。ソフトクリームさんつかないよっていうのはどういうこと。うーん、あ、大札だそうです。あ、なるほど。大里ってことは今の何上司か。そうだね。ないよね。つかんないよ。何がつかなかった。もういろんな。あ、多分なジュニアとかじゃない。あの、あ、ジュニアの。あ、ジュニアのね。そうでしょ。つかないでしょ。うんうん、そう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 。ピザハウス。ピザハウス。ほら、金秀の向かいの給油所のあの道を上がっていくところにあるんですよ、ピザハウスが今。あ、今。ほう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 。あの、そうよな、うんうんうん、そうよな、そうです、はいはいはい、急所のとこな。そうですそうです。ハイパーワンって死に強そうな名前じゃない。だからさ強そう。ほんとよ。ハイパーワンって、ハイパーワン何屋さんだっけな。なんだっけな、ビッグワンみたいなとこだったかな。なんだったかな。あ、そういえば俺告知すんの忘れてた。次後半戦で。お、カッコボーイさん、10年くらい前に自転車の後ろにオートバイのテールランプつけて走ってる中学生見たことある。どっから持ってきたかわからんけど。あ、でもさ、そういうこと。うん、これわかるわかる、俺らもやってた、やってたでさ、テールランプつけてさ、あの、なんか、いかにもっていう形になるわけですよ。あ、もちろん点滅しないよ、あの、つかないよ、うんうんうん、つかないんだけど私がね、そう、でもね、豆電球持ってきて、つなげて、電池式にして、ずっとつきっぱっていうことはやってた。そこまでするんだ。やってた。情熱の向き方がすごい。そこに情熱を向けるっていう。あ、ただ、その部品は、盗んだバイクで走り出すだけど。わかる、この。うん、謝りに行きたい。若気の得たりですね。本当に盗んでごめんなさい。まあまあ青春ですよね。本当に謝りに行きたい、うんうん、今俺が盗まれたら俺ブチギレるから確かにな、確かに大人はたまったもんじゃない。もうブチギレるから確かに。そう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 。お、10。あ、ハイパーワンレストランかね。え、レストランらしいよね。ハイパーワン、ハイパーワン、あの辺で、でもあの辺は奈々さんの方が地元だから。私の時にハイパーワン、もうなんかなかった気がするんですよね。あ、そう。あったかな。俺ね、名前は知ってんだよな、ハイパーワン。ね、でもこういうお店で言うと、俺はあそこだな、ハイバルのエコー、うんうん、エコーっていうボーリング場があって、昔、はい、ハイバル高校の上あたりかな、うんうんうん、あそこの中にあった中華料理屋さんが思い出のレストラン。へえ。初めてあそこで中華料理のコースを食べさせてもらって、うん、おかんに、おかんなんかね、嬉しいことがあるとそこに連れて行きよった。そうそう、あれ大変だったと思うよ。私思い出の場所を思い出した。磯にサンロードっていうステーキ屋さんがあったんです。わかるぞ。わかります、うん、サンロードは有名やで。うん、サンロード、お父さんが好きでよく行ってたんですよ、うん、家族で。サンロードいいね。サンロードで、この
お肉食べて、そのメロンフロートとかですよ、ね、あるんですよ、サンロード、マリンフロートとか。あれ子供心にすごく嬉しい、なんか逸材よね。思い、そうだ、今思い出した、思い出ですね。いいね、サンロード今もう au ショップになっちゃってるけど。そうか、うん、だからまあしょうがないよな。ちゃんとね、あの牛の鉄板で煮持ってくるんですよ。ステーキが牛の鉄板、牛の鉄板いいですね、家に欲しいね。そちらからテンション上がりますね。、うん、あれ意外と安く買えるからね。あ、そうなんですか。今はへえ、そうそうそう、家にあったらもう毎日ステーキや。いいですね、そういうなんか昔ながらの沖縄あるあるなのかな、ステーキ屋さん、昔ながらのステーキ屋さん。そうだね、沖縄あるある、うんうん、最初がコザだったかな、できたのが、うん、確か安くで提供したかったんだけども、やっぱりちょっとあの時の庶民には少し高かったと。うん、でももう店主さんが頑張ってなんとかコストを落として、なんとか提供できるようにということで、うんうんうん、やったらしいぜ。うん、なんかの本で読みました。はいはいはい、あーパラノイド懐かしいな。ダチーチーこれね、ドラマーは必ず通る、はい、あーこれ必ず通る、登竜門です。登竜門なんですか。これは登竜門です、必ずやります。私これ歌ってほしいって言われたことあります。これ受けるよ、ジャンバレーで、それこそジャンバレーって受ける。あ、本当に結構、しかも出だしにトモリさんに言われたことある。ああ、なるほどね、那覇じゃないか。あは、そうそうそう、あはパラノイドか、あのテテテレテテ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 テ。今週も元気にお送りしています、ヤシガテイスト。この番組は沖縄市の夜を楽しむならライブバーリバース、楽器レッスンならお任せ大東音楽院、バンドリハーサルやレコーディングにサウンズグロー、沖縄から世界へジャズライブイングーワの提供でお送りしています。はい、今日もオープニングで喋りに喋り倒してます。これはもう40分です今。えらいこっちゃ、えらいこっちゃでございます。いつも足りないな、足りないな、ちょっとだけ、はい、今週の11月19日、はい、土曜日ですね、土曜日、はい、私が所属させてもらっております沖縄市のリバース、はい、リバースで、はい、国際カーニバルの、大鳥のステージが決まっておりまして、へすごい、8時ぐらいかな、はいはい、夜の、うんうん、音市場の1階の方でやるらしい。あそこでね、7時半ぐらいから8時ぐらいの間に僕ら出ますが、うんうん、いろんなアーティストさんがもう出てるらしいよ、明るい時間から。うーん、まあな、国際カーニバルっていう名前銘打ってるだけあって、こう早い時間からもやってるみたいなんで、はいはいはい、いろいろとなんかね、遊びに行っていただいて、そうですね、うん、で、うんうん、僕ら出ますんで、はい、まあ、お時間ありましたら
ぜひぜひ皆様、ね、沖縄市にお越しの際は土曜日、うん、はい、土曜日、まあ、その後通常営業もします。お、すごいですね。そのまんまです、ね、朝4時半まで。わお。その頃はナナさんもジャンバラヤで歌ってるでしょ。そうですね、その日はジャンバラヤはちょっと1時間遅めのステージ、12時から1回目でございますので。そうか、はい、12時から、なんで12、1、2、3、4、6時じゃん、ラストステージが4時からですね。おいえ、はい、朝のですよ。はい、朝4時、それがジャンバラヤ。そう、あと中野町すごく元気。僕らのリバースもラストステージ3時からですからね。はいはいはい、そうそうそう。あ、お、国際カーニバル乗せてくれてる FM ギノワンさん、このマナティがやっていただきました。お、さすが、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、もうちょっとだけ喋ろうかな。はい、カップボーイさんのやつ読んでみて。はい、デーモン閣下が、これは、10万60歳になったって。お、4桁。お、忍ぶ、忍ぶ仮の世の中かな。あ、忍ぶ仮の姿で言ったら60歳って。なるほどね。60歳か、デーモンさんも。マジか、閣下も。閣下60歳といえばフミヤさんも60歳ですからね。あ、藤井フミヤ、番組 NHK ですか。はい、 NHK のソングスね、ソングスに出演されていて、この前も見ました。なんかもうすぐやっぱこのね、フミヤさんのファンっていうのはもう、うん、多分もう皆さんももうすごい子さんのファンの方もたくさんね、うん、今でもいらっしゃいますから、うん、そうね、 YouTube に上がってたんですよ、そのソングスの、うん、ギザギザハートの子守唄。いいね、もう60歳とは思えぬキレの良さと張りと、そうそうそう、すごいですよね、本当にね、うん、もうアーティストですよね、本当に号泣ですよ。漏れなく号泣です。漏れなく号泣です。もう私どの曲聴いても MC してる姿でも号泣。もうコンサートとか見に行ったらえらいことになるんじゃないですか。俺ずっと失神状態だと思う。もうティッシュ箱と袋を持っていかないといけない。もう吹きながらこう吹きな、前が本当に見えないって。音だけはすごく聞こえるみたいな。目ん玉取れると思う。涙と一緒に、もう10年先ぐらいの涙全部流したみたいな。そんぐらいね、フミヤさん好きでね、うんうんうん、あ、でもね、60歳って、いやでも60歳になってもやっぱり現役できてるって、でもあっという間ですよ。すごいですよ。僕もあと10年ですもん。おね、あっという間です。あっという間ですか。そうですよ、だからもう楽しいことやりましょう、うんうん、そうですね、間違いないですね、本当ですよ、みんなもう笑いながら、うんうんうん、メイナチを、メイナチ、確かに本当ですよ、楽しく過ごした方が、うんうんうん、俺はいいと思いますぜ。ひふみさん37年生まれの虎年、これは多分閣下のことを言ってるか、閣下のことか、虎年なんだ、閣下、虎年なんだね、虎年なんだ、閣下、一緒に年男だったんだね。わー、あ、そうですね、そうだそうだ、ね、ということは藤井フミヤも虎年か。おお、な、何月生まれです、フミヤさんは。誕生日まで、わからないどこと思って、わからないどこ、そうそう、わからないとこうと思って誕生日調べてないのよ。あ、そうなん、なんで、なんかそれはなんか意味があるんですか。なんかほら、誕生日プレゼントとかあげきれないじゃん。もう知ってるのに申し訳ないっていう気持ちからですか。だから知らないとこうっていう感じだ。知ってたら気になるから。知ってたら気になるから。気になるでしょ。どうしよう、誕生日近づいてきた、そう、誕生日だよ、そう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 、だから知らない方がいいの、そういうの。めちゃめちゃ敬意払ってますね。だから大号泣って、いつも姿見たら、いや、神様と思ってるからね、神様。はい、まだまだ話したいんだけど、そうですね、はい、エンディングに向かって、はい、一旦 CM でーす。はーい、ツイキャスってさ、
写真も見れるの？いや、これは見れないんです。見れないんだ。ぜひ見て。ね。いいな。大里か。やっつきすぎ。アフンって。アフン。アフンって。かわいいアフン。いいな。アイドル。よしがて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 。お。よしがて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 。あれは。はい、はい、なんかバタ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 今もうひふみさんからソフトクリームの写真届いてるんじゃないかと思ってちょっとドキドキしたんだけど見たいって違う仕事のラインだったいやもうエンディングでございますが、はい、早いな。あっという間ですね。もうね、あっという間です。俺4分ぐらいしか喋ってないはずよえらいこっちゃ、ま、いやひふみさんすぐ送る、待ってよすぐ送るその番組内に間に合う、もう来たかもしれないまだ来てない、まだ来てない違うラインが来た告知は言い残したことないですか？いやもういいや、もういい来週言う来週だったらもうじゃあ感想ですね。もうね、感想もあるしね。でも来週に告知することもまたできてきてるのか。そうそうそう、なんかライブいっぱい入ってるから、えらいこっちゃ、抹茶に紅茶マジでえらいこっちゃに抹茶に紅茶ですいいですね、新喜劇っぽいフレーズですね。えらいこっちゃ抹茶に紅茶なんでやねんってごめんやして、おくれやして、ごめんやし、それ言ってるいいね、まあ、間違いえらいこっちゃ番組内に送れるかなめっちゃ焦らしてる大丈夫、あと8分ぐらいあるから大丈夫です、実は8分あります、ありますんで、はい、ありますんで大丈夫です、はい、ありがとうございます。その間にね、メールも届いてたんですよ、ね、メール行きましょうか。はい、ヌーガサンタルチアさん、うん、ソングスに再放送でフミヤ出てたな、そう、還暦信じられない、信じられない、そうそう、それを僕も見たんすよ、うんうんうん、もう何回見てることやら、あの放送、再放送で最号泣再放送で最号泣何度見ても最号泣もう泣くために見てるようなもんだよ、うんうんうん、本当に、うんうんうん、もうね、俺あのフミヤさんがかけてるサングラス欲しい欲しいわ。だけど、なんかあれ、私もなんか見たんですけど、レイバンっぽいですよね。レイバンっぽいよね。で、絶対高いよな。そう、まあ、そうですね、レイバンね。もうだから私、あの2000円ぐらいでいいです。私のは2000円ぐらいでいい。ちょっと探そうかなと。レイバンっぽい。レイバンっぽいの。レイバンっぽいの2000円であるかな。もうレイシンぐらいのやつがないかな。スーパーバッタモン。レイモンでもいいな、ね、レイモン、もう見たいわ俺、もうタイとかインドにあったらありそうですね。あ、よし行こう旅費で買える旅費で買える欲しいんすよあのメガネが、うんうんうん、ひふみさん来た、あ来た、うわうまそう、美味しそう、待ってよ、まずは奈良さんに、うわうまそう、しかも2色ね、そしてマナティーに、おいしそう、そして皆様に見えますか、うわおいしそう、ひふみさんありがとう、ありがとうございます。いやでも言われれば長らくこんなソフトクリーム食べてないかもね、食べたい、ウニュウニュって1回から出るやつ、そうそうそう、そう、でひふみさんもう1個来たんだけど、これガムかな、これね間違えたって、ね、多分言ってる、これ多分昔懐かしいガムかなんか、ガムかな、これも一応それも皆様にこれ懐かしくね、ね、はいそのガムし、やっぱガムだ、うん、俺はこのガムめっちゃ知ってる、私は知らないです、うん、ガムなんかね、いい匂いのするやつだったような気がする、へえ、なんか大人の
エチケットガムみたいな、あれですか、板ガムみたいになってるんですよ、香水ガム、ほらほら、そう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 、そんなのあったんだ、だったと思う、だったと思う、そうそう、すごい、それだよね、香水ガムね、そうなんだよ、だから初デートとか行くときね、バラの香りで行くわけですよ口の中来ない、うん、チューもできないくせにただもしかしたら、もしかしたら、もしかしたら、そう、あるかもしれないから、もしかしたらだけどってね、ちょ微妙に違う、そう、もしかしてだけどですね、もしかしたらだけどって、ね、惜しい。磯公園へ行け、こんな奴は磯公園に行け、磯公園ならできる、できる、うん、雰囲気があるすごい、そんなご利益ある公園だったんですね、知らなかったわマジでもっと若い時に知りたかったな、ねえ、リアルタイムで知りたかったですねなあ、ほんまにもう、でも何歳の人が聞いてるかもわからんからね、アドバイスとして、あ、もしかしたらもう今リアルタイムで毎日磯公園通ってます、僕私高校2年生の制服を身にまとった子たちが聞いてるかもしれない、そう、中学3年生大丈夫かな、そんな子たちが聞いてたら刺激強くないから大丈夫かな大丈夫、この番組今の若い子たちは全然大丈夫、大丈夫、うん、もっとあの濃くても大丈夫大丈夫かな、大丈夫もうおじさんが保証する、うん、さんの保証は手厚いですね、今もう、はい、あの若い子たちと結構付き合わせてもらってるから、あ、保証する、まずレッスンでね、大人です、今の子たちは、あ、すごい、言われれば確かにそうか、うん、そういう年代のことを話してみたいですね、ビビる、もう、うん、俺本当におもちゃ扱いされてるもん、あだけどね、なんかね、尊敬してますよっていうね、うんうんうん、なんか出しながらおもちゃ扱いされるから何も言えないのようまいですね、うまいだろ、今の子たちはどこでそんなコミュニケーションスキルつけてるんでしょうね、もう YouTube で全部見たんちゃうかうまく年上との付き合い方みたいな、付き合い方みたいな、あー、 YouTube そんなの載ってるんですか、あるはずよ、でもいいよね、うんうん、あの俺は好きよ今の時代、うんうんうん、俺よかったなって、昭和の時代も令和の時代も、うん、もちろん平成もそうなんだけど、うんうん、全部過ごせてよかったなって、俺ラッキーな時に生まれてるなって思う、そうですね、しかも第二次ベビーブームだし、はいはいはいそこから来て今に至ってる、この考えたらいい、なんかど真ん中世代に生きてるなって、うん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 、なんかバブルも、うんうんうん、そうじゃない時も、うんうん、2000年超えも、うんうん、全部過ごしてるじゃん、うんうん、沖縄での皆既日食も、そうですね、ついこの間ね、ハレー彗星も、はいはいはい、うん、全部過ごしてるんですよ、うんうん、贅沢、贅沢、はい、お、ひふみさん、今度ゆきとさんのところの生徒さんゲストに出したら、あ、ね、小学校6年生のね、小太郎くんっていう子が出たいって言ってるんですよわんぱくそう、わんぱく、わんぱく少年、わんぱくなんだ、同じ虎年、あらまわんぱく少年がいるんだけど、うんうんうん、6年生だからね、学校なんですよね、まあ、そうですね、だから夏休みにおいでって言ったんだけど、あ、旅行行ってた、あ、なるほどね、そう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 、じゃあもうあれですね、なんかあの 冬休みとか、とか春休みとかのタイミングでね、そうだね、あと中学生になってお兄ちゃんになってから来いっても言おうかな今まだちょっとわんぱくすぎる、あはいはいだねいるんだけどね、うんうん、あと高校生の女の子でもね、一人出たいっていうのがいるんだけどね、へ、通信高校行ってるからなんか合わせられるって言ってたんだけど、あ、まあそうですね、夜間ですからね、そうそう、なんかイベントある時おいでねって言ってあるんだけどね、うん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 、そんな感じ、はい、うん、カップボーイさんがソフトクリームといえば、小学生の時に浦添市民会館で予防注射に行った後に食べたバニラ&モカのソフトクリーム以来食べてない、あららら、かなり前から食べてないね、うーん、美味しいよね、でもソフトクリームね、これ覚えてるっていうことはさ、うん、やっぱすごい思い出あったんじゃない、思い出あると思いますよ、この、ね、浦添市民会館とかで今でも予防接種ってやってるんですかね、どうなんですか、だからどうなんだ、私の頃、あの幼少期の頃は確かにあったんですよ、この
なんかそれが当たり前だったよね。そうそうそう、今もあるのかな、 BCG とかな。そうそうそう、懐かしい懐かしい、四角い跡がね、腫れることそうじゃない子がいるんですよね。そうなんですよ、わかるわかる、懐かしい。なんか才の目でね、トトトトトってついてね。え、今 BCG って今ないみたいよ。ないんだ。うん、跡がつかないとかっても言ってた。あっても、あー、なるほどね。うん、懐かしいね。そう、ソフトクリーム食べましょう今日は。あー、いいですね、今日いいですね。ね、ひひみさんありがとう。今日はソフトクリーム食べます。食べます。終わったらソフトクリーム食べます。ね、あのちゃんとあのコンビニとかで巻き巻きしたやつ、巻き巻きしたの食いたいんですよ。そう、巻き巻きしたのがいいです。巻き巻きで伝わってるのかな。巻き巻きしたやつ。そう、今ね、便利だからコンビニでアイス買えちゃうんですけど、うん、やっぱね、ソフトクリームってあれですよね、巻き巻き、そうですね、機械からウニーって出て。ローソンかセブンイレブンなかった巻き巻き。あるんですか今。よし、でもなんか見た気もするな。探してみます。俺はミニストップ派だけど。ああ、そうなんですね。うん、でもそうそう、どうせだったら頑張ってブルーシールとかね、ファミマにあるということで探しに行きます。また来週ね。ゆきこなのうやしがテイストでした。バイビー、はい、バイビー。ファミマにあるってやっぱりね。あ、めっちゃ来てる。あ、やっぱりフルってお願いします。そう、フルはお願いしてください。フルは全部拾う DJ の顔。イブって。そう、イブイブ、うーん、イブだった。そっかそっか。いやー、ずいね、フルで聞きたいっすよね。今度フルで。お疲れ様です。お疲れ様です。終わります。